戦に備え孫武と北条の軍を進発させた。そんな中、孫権と北条氏康は攻略の足場を築こうとするが、敵勢に取り囲まれ孤立してしまう。それを聞いた孫昌公と早川殿は、愛する父の危機を救うため彼らの元へ行くのだった。見えたわ、父様たちの軍はあそこよ。急いで合流しましょう。でも周りにはあんなに敵が、どうやって近づけば。恐れることはない、皆で力を合わせれば突破できよう。霊気、父の力になりたい、その思いはよくわかる。私にも手伝わせてくれ。ありがとう霊気、お父様たちはいつも私たちを守ってくれた。今度は私たちが助ける番ね。お父様たちは向こうで孤立しているわ。急いで合流しましょう。待ってて父様、絶対助けるから。救援が遅れてはお父様たちが危険。私たちも行くので、どうか耐えていて。他にも孤立している仲間がいるようだ。金の味方を救援しつつ合流を目指すぞ。行きます。将校たちがこちらへ向かっているらしい。このただ中を突っ切ろうとは、あのジャジャウマめ。無茶しやがれ。俺らも敵かぎ分けて進んどくか。伝令、戦場中央の崖上に翼を持った怪物が出現。崖下では味方部隊が敵に囲まれ窮地にあります。あの翼野郎、ずっとあそこに留まってやがる。さては下にいる俺らの仲間を攻撃してんのか。このままでは近くに味方はいないのか。味方の救出と怪物の討伐を一時にやらぬ。これ以上兵を分けるのは危険な賭けとなろう。崖は北の方、きっとお父様たちがどうにかしてくれるはず。私たちは崖の下にいる仲間を救援しましょう。大丈夫かしら。大丈夫よ、私たちの父様だもの。そうでしょ。なんと圧倒的な力だ。また腕を上げたんじゃない。自分のことみたいに嬉しいわ。お前たち、窮地をよくぞしのいだ。それよりは我らも共に進もう。おお、それはありがたい。命拾いしましたぞ。勝利をこの手に。
ことのように嬉しい。なんと勇ましき敵か。周りの敵はやっつけたわ。これで進めるわね。さって怪物は片付いた。あとは残った奴らを蹴散らすだけだが。攻撃が止まったわ。お父様たちが倒してくれたのね。父様たちがこれだけで終わるはずないわ。崖の下に敵を集めるのよ。父様たちに蹴散らしてもらいましょう。分かった。ならば砦にこもる敵を挑発しおびき出してやろう。武勇とか引けは取らぬ。味方に合わせる顔がないな。将軍、怪我はないか。どうさまったら、それはこっちのセリフよ。さあ、早く戻りましょう。きっとみんなも心配しているわ。ちょっと、帰るのはまだ早いわよ。面白くなるのはこれからなんだから。愉快な仲間たちも連れてきてあげたわよ。それじゃあ皆さん、挟み撃ち開始。片っ端から撃っちゃるしかねえな。さあ、どっちからやる？怪物もあれだけ数が多いと厄介だ。まずはダッキーを倒すとしよう。怪物の群れがそこまで迫っている。戦いは避けられない。父と子が苦難を越えて再会を果たしたの。戦のために今一度離れ離れになることもあるまい。ここは私が一人で食い止める。お前たちはその隙にダッキを撃ってくれ。あなたを一人にはできない。私も行くわ。孫権、諸侯、ダッキは任せたぜ。ウジヤス様、二人をお願い。ダッキは私たちが必ず倒すわ。頼もしくなったな、諸侯。行くぞ、オラの力、見せてやろう。見事だ。私もうかうかしていられないな。お父様、無事でよかった。お前もな。それにしても鋭い読みだったぜ。互いが互いの無事を喜ぶ。これが家族の絆だ。
喜ぶ姿など見たこともない。あるいは妊娠。お前たちはなぜ戻ってきたのだ。仲間は家族も当然。大事な家族を一人にはできないわ。仲間は家族。そうだったね。どうやら私は大切なことを忘れていたようだ。もっと慌てふためいてほしかったのにつまんない。こうなったら私が思いっきり痛めつけてあげる。痛いの見るのはどっちかしら。家族の絆を甘く見るとどうなるか教えてあげるわ。よくやった。てめえの腕には期待してんぞ。将校たちは奮闘している。私もここで遅れを取ってはいられぬ。メッセ、加減はせぬぞ。娘の前で格好つけようってか。やつより先にへたばるわけにはいかねえな。どうにか片付いたか。皆の奮戦あっての勝利だな。みんなで力を合わせたからこそ勝てたのね。そう、これこそ仲間の絆の勝利よね。無事父様たちを助けられてよかった。それに霊気とも前より仲良くなれた気がするし。そうだろうか。ねえ、帰ったら3人でお茶しない？カイが作ったお菓子があるの。本人は失敗作だって言うけど、とても美味しいのよ。私もいいのか？もちろんよ。霊気のお父様の話聞かせてほしいな。やれやれ、娘に助けられる日が来るとはな。おしめ変えてやったのが昨日のような気がすら。将校もいつの間にか立派な虎となっていたのだな。この成長は早いものだ。そろそろお互い子守も終わりってことが。たく、それはそれで寂しいじゃねえか。
このまま勝ちの波に乗るぞ。